こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。実例5選0 0いでこと積みたて n の次にやる投資について解説。こういうテーマで話をしていきたいと思います。今日の話題ですね。皆さん、老後資金はどのように準備してますかこの質問に対して、いでこ、積みたて n この2つの名前がパッと出てくる人は一歩先を行っている人たちですね。いでこの加入者数は累計約260万人。一方、積みたて n の講座解説数は累計約587万講座です。 日本には現在約6800万人の就業者がいますから、イデコや積みたて n は利用者が増えてきてはいるものの、就業者に占める利用者の割合は10%にすら遠く及ばず、まだまだ普及の余地があるといった状況です。さて、そんな状況ですが、このチャンネルにはこのような質問も多数届きます。学長イデコはもう満額かけているよ積みたて n ももう満額かけているよこの後は一体どんな投資をすればいいの要するに、学長その次の話をしてくれっていうことです。 というわけで、この動画では、いでこと積みたて NISA をフル活用している人が、次の投資として何をやっているか、具体的に5人の事例を紹介したいと思います。僕個人の話をするだけではなく、もう少し皆さんに身近な人たちの事例を紹介する方が参考になるんじゃないかなと、そういう意図の企画です。動画の目次はこの通り、前提確認、それから5人がそれぞれどんな投資をしているのか、この2つですね。この5人のケースを参考に、皆さんが真似したいプランを見つけてもらえたらなと思います。それでは本題に入りましょう。 前提確認。まず、スタート位置を確認しておきましょう。これから紹介する5人には、次のような共通点があります。1、家計の見直しが進んで、毎月数万円の余剰資金が生まれるようになった。2、投資を始める前に、数百万円の生活防衛資金を確保した。ざっくり、生活費の3ヶ月から2年分を確保している人が多い印象ですね。3、いでこと積立 NISA をフル活用しても、まだ毎月数万円から十数万円の余剰資金がある。中には、相続などの理由でまとまったお金を手にしているケースもあります。 この3つの共通点の後のステップとして何をしているのかが違っているってことですね。そしてそもそも余ったお金の投資先はざっくり次の4つに分類されます。1つ目、自己投資。2つ目、事業投資。企業、副業など自分のビジネスへの投資ですね。3つ目、金融投資。株式や債券などのペーパーセット。4つ目、実物投資。不動産などのハードアセットですね。投資というと3つ目の金融投資や4つ目の実物投資をイメージする人が多いですね。 でも僕個人としては手元にある10万円を何に投資するか悩んだときは必ず一つ目の自己投資や二つ目の事業投資も含めて考えてほしい。こう思っています。でも多くの人は自己投資や事業投資にお金を使うことにあんまり慣れていません。だからこれから紹介する5人の実例の中には年収を高めるための自己投資や自分のビジネスを育てるための事業投資、これらのものは含めていません。紹介しても、学長 !10 万円かけてセミナーに通えて そんな自己投資する時間ないよとか、30万円を元手にせどりやってみろって、そんなリスク取れないよとか、自己投資とか事業投資は自分にはできないって感じる人の方が多いからですね。でも、紹介事例に含まれていないってことと、重要性は別問題です。何度でも言いますが、 自己投資や事業投資は皆さんがお金持ちになれるかどうかに大きな影響があります。稼ぐ力の部分ですからね。その点を忘れないようにしつつ、今回は金融投資や実物投資に限って話をしているんだな、ということを念頭に聞いてもらえたらなと思います。以上で前提の確認を終わりにします。それでは実例紹介に移ります。次、5人がそれぞれどんな投資をしているのか。紹介するのはこの5人です。A さんはインデックス投資。B さんは日本の中古型株投資。 C さんは米国の大型株投資。D さんは後輩投,株投資。E さんは不動産投資、ボロ子立てですね。それではトップバッターの A さんから行きましょう。まず A さん、インデックス投資ですね。いでこや積立 NISA で買ってるのと同じようなファンドをさらに買い増せば A だけやんっていうスタイルですね。A さんはカツ丼が一番美味しいって分かってるんだから、わざわざ猿の脳みそみたいな珍味を食べに行かなくてもいいじゃんって言ってましたが、つまりそういうことです。 基本的には一切売らないので、値上がり益に対する税金はかかりません。配当金はファンド内で再投資されます。したがって、キャッシュフローはどうでもよくて、資産総額の最大化を狙っていく、そういうスタイルになります。A さんの積立金額は月額10万円から15万円ほど、いでこや積立兄さんは除いた金額です。積立額を増やすことが正義なので、運用成績よりも家計収支の改善を重視しています。あれやこれやと投資の勉強するよりも、入金額を増やした方がお金は増えます。 当初、月約2万円だった積み立て額は、この数年で5倍以上になりました。今積み立てている投資信託はこの2つ。Emaxis Slim 全世界株式オールカントリーと、Emaxis Slim 米国株式 S&P 500ですね。それぞれ50%ずつだそうです。定食で言えば、ステーキ定食とステーキミックス定食、まあ野菜の付け合わせも付いているよっていう感じで、結局はステーキ、つまり米国の比重がかなり大きくなりますが、歴史的、統計的に見て妥当性はあります。 他のインデックスファンドには投資しないんですかって聞いたところ、株式インデックスと現金だけで管理するのが一番楽とのことで、債券ファンドを入れるかとか、リートやゴールドなどを入れるかこのあたりも議論があるところなんですが、株式と現金だけっていうのも妥当性はあります。なお、投資タイミングは一切読んでいないそうです。一度勝ったファンドは売らないし、新たな余剰資金が生まれたらすぐに全額突っ込む。インデックス投資の本質に忠実ですね。本当に優秀なファンドというのは実はそれほど多くありません。 5000本とか6000本とかあるファンドの中で本当に価値ある投資先として候補になるのはせいぜい数十本程度でしょうたくさんの銘柄を知っておいた方が賢いっていうような気がしますが本当にいいファンドの存在だけを知っていれば資産形成には十分です他はノイズなんですね A さんは遅かれ早かれそれなりの財産を築くことになるでしょうもし彼のような合理的なスタイルを貫き通したければ水瀬健一さんや山崎はじめさんといった経験年数の長い投資家たちの発信に耳を傾けることをお勧めします この二人の協調である全面改定第3版ほったらかし投資術が発売されています。インデックス投資への理解を深めたい人はぜひ読んでみてください。二人目は B さんですね。B さんは日本の中小型株投資です。インデックス投資だけだと短期間で送り人になるの無理じゃん。俺は若いうちに送り人になりたいんや。リスク取るんやというスタイルですね。B さんはこう考えました。インデックス投資の利回りはせいぜい年利3%から7%程度。 年利7%でも10年かけてやっと2倍になる程度。一方で個別株投資なら3年で2倍になる株はぼちぼち見つかる。結論3倍以上のスピードでお金が増えるじゃん。こんな感じですね。でこれを聞いて、 学長 !B さんの頭の中、お花畑になってるよって感じる人もいると思いますが、大きなリスクを取って勝負に出る人たちの頭の中は大体こんなもんです。馬鹿にしてるわけじゃないですよ。本当にこういうふうに考えれるからこそリスクを取れるってことです。配当金みたいなキャッシュフローは全く気にせず、資産額の最大化を目指します。B さんのプランはこういうイメージです。ステップ1、元での1500万円を3年で2倍にする。3000万円に到達します。ステップ2、3000万円を3年で2倍にする。 6000万円に到達します。ステップ3。6000万円を3年で2倍にする。1.2億円に到達。厳密には税金の計算が必要ですが、ま、あここではいいでしょう。大切なのはイメージです。彼は10年かけて3回2倍にする。こういうプランで個別株を選択したってわけですね。ちなみに、このプランを年利に鳴らすと、ざっくり23%ぐらいです。このような増やし方を望むのなら、分散投資ではダメで、集中投資をしなくてはいけません。そういう意味では、目的と手段が合致しているって言いますね。 集中投資の投資先として彼が選んだのは日本の中小型株、バリュー株ですね。もちろん、ただ割安なだけではなく、成長の可能性も兼ね備えたものです。主な理由はこの5つ。1つ目、バリュー株、割安株は底根が硬い傾向にあり、リスクを抑えやすい。2つ目、グロース株、成長株が勝つ時代が続いていたので、そろそろ流れが変わりそう。3つ目、外国株よりも日本株の方が情報を取りやすい。4つ目、 日本株は米国株より割安で価値が見直されると伸びる余地が大きい。五つ目、売買ゲームで伸びる株は統計的に見て大型株よりも中小型株の方が多い。こんな感じですね。彼は相応の努力もしています。投資本を100冊近くも読んで、指法は必ず迷子を買っていて、全ページ読破は当たり前。いろいろなページが付箋だらけ、マーカーだらけになっている。聞いたところによると、最低でも1日3時間以上は相場を分析しているそうです。要するに、典型的な投資マニアなんですね。 運の良さも手伝ってか、彼はこの3年で元手を2倍以上に増やすことに成功。彼のプランに従うと、あと2回2倍にできれば送り人到達ですね。一般にはここから先が増えたり減ったりの無限地獄なんですけどね。スルーッと上がれる人は決して多くはありません。日本の割安成長株に興味がある人は、入門書としてはこういう書籍がおすすめです。普通の人だから勝てる、エナフン流株式投資術、この本ですね。エナフンさんは投資の神様、ピーター・リンチの手法をベースにしています。 アメリカの投資を日本に輸入して日本向けにアレンジしたイメージですね。個別株の集中投資をしたいなら最低でもこの手の本を10冊以上は読みましょう。次3人目 C さんですね。C さんは米国の大型株投資です。こちらも発想は B さんと同じです。インデックス投資の資産増加スピードでは物足りず、キャッシュフローもガン無視で比較的若いうちに資産の最大化を狙うスタイルです。投資先が日本の中小型株ではなく、米国の大型株であるっていう点で違いがありますね。 じゃあなぜ日本株ではなく米国株なのかそれは米国が成長国で株価が右肩上がりの国だからです。ではなぜ S&P500 のような米国株インデックスではなく個別株なのかそれは爆発力が比較にならないからです。わかりやすい実例がガーファムですね。Google とか Amazon、Facebook、Apple、Microsoft ですね。S&P500 は2010年から2020年の10年間で3.11倍になりました。その内訳はこの通り。ガーファムが9倍。 それ以外の495社が2倍強。こんなデータがあるんですね。実はガーファム以外の S&P495 はトピックスとほぼ差がなかったそうです。トピックスっていうのは当初株価指数。日本の一部上場企業全体を合わせた株価指数です。まあ日本全体の株価指数みたいなイメージでいいと思います。S&P500 の中身としてはガーファムが引っ張ってたってことですよね。C さんはこう考えました。短期間で儲けようと思ったら大当たりを引くしかない。 世界には約200弱の国があるが、その中でアメリカこそ当たりの市場だ。そのアメリカの中でガーファムのような限られた有料企業こそ大当たりだ。要するに、米国のトップ企業にだけ投資しようってことです。日本株と違って米国株には世界中から投資家の資金が集まります。みんなが知っているような大型株でも株価が2倍3倍になる余地があるんですね。わざわざ不人気の株を買うよりも、人気のある成長株を買う方がいい。 有名な個人投資家のさんも言っていましたが、株式市場には上がるものは上がり続ける、下がるものは下がり続ける、こういう傾向があります。シーさんもそれに同意していて、逆張りではなく順張り派です。そういえば、ファイヤーーの聖書ともいえるこの書籍、ファイヤー最速で経済的自立を実現する方法。この本の著者であるグラントサパティエさんのポートフォリオはこうでしたね。米国株インデックスが約60%、一方で約35%は個別株で3名柄にしか投資していません。 こうやってリスクを取っているからこそ最速ファイヤーできるというのもまた事実。インデックスプラス超集中投資の一例としてはわかりやすいですね。また、ウォーレン・バフェット氏のポートフォリオはこの通り。アップル、バンクオブ・アメリカ、コカ・コーラ、シェブロン、アメリカン・エキスプレス、上位5名柄だけで全体の75%近くを占めています。こちらもまさに集中投資ですね。日本株は全体的にシクリカル、つまり景気循環の傾向があります。上がったり下がったりを繰り返すので、利確しないと資産が増えないんですね。 単純な持ちっぱなしだと、たとえ10年間保有していても、ってこいになりがちです。どこかでうねりを取らないといけません。一方で、米国株は右肩上がりの傾向があります。要するに、いい株はずっと持ち続けていられるんですね。だから、追加資金が生まれるたびに買いますってことも可能です。限られた有料な米国株に集中投資したければ、長期厳選投資、大船のようなファンドの運用理念が参考になるでしょう。ファンドマネージャーは奥野和茂さんで、ベストセラー書籍も出していますね。 ファンドの目論見書などにぜひ目を通してみてください。C さんは個別株数名柄への集中投資で S&P500 をはるかに上回る成績を出しているそうです。C さん曰く S&P500 は仕事してない。自分で選んだ方がいいと強気の発言です。相場の雰囲気が若干怪しいですが、C さんが今の成績を5年10年と続けられれば資産はがっつり増えていくでしょう。もちろん資産を大きく減らすリスクとも隣り合わせですけどね。次4人目 D さん。D さんは後輩投株投資です。 集中投資怖い怖い。インデックス投資悪くないけどキャッシュフローも増やしたいよ。配当金を月1万円、3万円、5万円と増やしていって生活を楽にしたい。こういうスタイルの人です。老後資金の準備は、いでこと積みたて NISA に任せてキャッシュフロー強化を狙います。投資額に対して5%の配当金が得られても株価が5%下がっていたら何の意味もありませんよね。だから株価は下がらず、配当金だけを永続的にもらい続けることができる。こういう株を探します。 高配当株と聞くと、単に配当利回りが高いだけの株をイメージしがちなんですが、それは違います。選ばれるのは厳選された高収益、高財務の有料企業です。投資の性質上、どうしても低成長の銘柄が多くはなりますけどね。D さんが影響を受けたのは、米国のジェレミー・シーゲル教授。それから学長、参考にしてもらえて嬉しいです。それと小人株といった高配当株投資家ですね。D さんの投資額は月約10万円。 積立2歳、いでこは除きます。その原資は自分の副業、月3万円から5万円、それから妻のアルバイト、月5万円からです。これを投資に回すと、年間120万円になります。10年で1200万円ですね。配当利回り4%の株式を買っていくと、10年後には48万円の配当を受け取ることができます。手取りだと、ざっくり40万円ぐらいですね。D さんはまだ20代後半ですから、40歳時点で年間50万円の配当金に届くでしょう。 20代後半から40歳までに累計約260万円以上の配当金を受け取ります。これは再投資せずに全て家族サービスのために使うとのことで、毎年家族旅行を楽しんでいていい思い出になっているそうです。40歳以降も年間50万円以上の配当金を家族サービスに使い続けて、50歳になった時点では年間100万円の配当金に到達します。 ここまで来ると国民年金約78万円を大きく上回る額になりますね。現役時も老後もどちらも豊かな生活が送れます。まさにリベダイで紹介しているスタイルですね。こちらの動画も参考になると思います。投資の教科書に載っていないことを言います。配当金を再投資すべきかどうか考え方を解説。この動画ですね。D さんからのアドバイスはこの通り。楽天証券では受け取った配当金を銀行口座にすぐ払い出せるサービスがあります。最初から配当金の受け取り口座を銀行口座にしておくとか、 こういったサービスを使って自動で出勤するように仕組み化するとか、とにかく配当金は一旦家計に組み入れましょう。配当金を証券口座で受け取ってそのままにしてしまうと、ついつい再投資したくなっちゃいますからね。仕組み化して使いやすくしておくと、配当金のありがたさが超絶アップします。キャッシュフローの強化とはこういうことか、と納得感も上がります。1秒たりとも働いていないフロー所得なので気持ち的に使いやすいし、配当金は来年も再来年もずっと入ってくるから、ますます使いやすいし、 ストレスなく家族との思い出作りのためにお金を使います。配当金はすぐに銀行口座に戻して使う。これを皆さんに強くお勧めします。そして僕の補足ですが、外貨で受け取った配当金は自分で円に変えないと出金できません。D さんのアドバイスは国内株式、日本株の配当金の話です。キャッシュフローの強化が目的なわけですから、配当金は使ってなんぼです。もし使い道がなければ、もう一度証券口座に戻して再投資に回せばいいでしょう。 使って楽しむか、それとも再投資するか、自由に選べるのが後輩投,下部投資の魅力の一つですね。皆さんもぜひ参考にしてみてください。次、5人目は E さん。E さんは不動産投資、ボロ子立て投資です。より早くお金持ちになるために銀行からお金を借りて収益物件を買う。不動産投資はそういうスタイルですね。イメージとしてはこんな感じでしょうか。借金した金額 ×1.5 から3%ぐらいの手残りを狙う。手残りというのは経費や税金、ローン返済などを全て差し引いたものですね。 借金額が1億円から5億円ぐらいになったところでファイヤー達成。3億円借金すれば450万円から900万円ぐらいの手残りが狙えます。人によっては、あとはもう家賃収入だけで暮らせるかもと考えられる水準ですね。もちろん都市圏か地方か新築か中古か等で全然数字は違ってきます。E さんの発想はこういう発想です。自分のお金だけで資産を拡大しようとするとスピードが遅すぎる。かといって株式投資で2倍3倍の株をいくつも見つけるのは難しい。 二倍三倍どころか30%とか50%のマイナスにも簡単になってしまう。不動産なら借り入れを使って一気に資産拡大できる。不動産は株式のように一年で半年になったりするリスクもない。しっかり賃貸経営すればリスクを抑えた上で最速ファイヤーが狙える。こんな感じですね。同じような考えで不動産に参入する人多いですよね。しかし問題があります。融資が厳しくなっていることですね。銀行が高収入で資産が多いお金持ちにしかお金を貸さなくなってきているんですね。 年収1000万円とか、自己資金2000万円とか、それぐらいないと門前払いのところも多いです。そして仮に融資が降りるとしても、利回りの良い,い物件自体が随分減っています。そこで E さんが狙ったのがボロ小建てです。フルの小建てを30万円から80万円ぐらいという驚きの金額で買ってきて、そして20万円ぐらいかけてセルフリフォームして、総額100万円ぐらいの物件を家賃が月3万円から6万円ぐらいで貸し出す。こんなイメージです。最大で利回り98%の物件を持っているとのことです。 投資エリアは埼玉県や静岡県などです。僕も小建て投資はやっていましたね。今は新しい物件は買っていませんが、昔は300万円から500万円で買って、高くて100万円以内で直して、家賃6万円から7万円で貸し出すっていう感じでしょうか。実利で言うと12%から15%ぐらいですね。高いものだと20%とかもありますけど。僕の利回りと比較すればわかると思いますが、<は> E さんはボロ小建て投資の中でもさらに攻めている印象ですね。彼の場合は廃墟小建て投資って読んだ方が実態に近いかもしれません。 物を大切に再利用してていいですね。ボロコ建て投資を実践している人は他にもたくさんいますが、彼らからは時々こんな嘆き節も聞きます。学長、聞いてよ建物の修繕とか設備の故障修理とか毎月なんだかんだお金がかかるんだよ。銀行から借り入しようにも担保価値を十分評価してくれるところも少ないしさ、結局ほとんど自己資金でやってるからレバレッジはうまくいかせてないんだよね。 利回りが高い理由も結局自分が労働しているからだしさ、セルフリフォームのための時間とか色々考えると間違いなく労働所得だね。不動産が好きだからやってられるけどそうじゃない人とかただ楽したいだけの人は絶対に無理だね。よくこう言ってますね。こういった現実は認識しておくべきですね。ただ、同じボロ子立て投資でもリフォームを外注化したりすることで手間はぐっと減らせます。その分利回りは落ちちゃいますけど自分の時間は増えますね。 僕自身は1件は自分でリフォームしましたけど、2件目からは全部リフォームは外注したので、そんなにしんどくなかったですね。一度い、e、いチームを作れれば、職人さんとかといい関係を築けたら、そこから先はぐっとやること減っていきますね。E さんの場合は、とにかく利回りを上げたい人なんで全部自分でやってるって言ってましたね。さて、E さんからは新しい物件が見つかるたびに、僕のところに連絡が来ます。前の持ち主が残っていった品物だらけの散らかりまくった家。色い々ろいろなところが壊れている傷んだ家。お値段は数十万円。物件の写真や情報。 彼が片付けやリフォームをしている姿を見るたびこう思います。おー、今日もしっかり働いてるな。しかし一体どこからこんな物件見つけてくるんやろうっていつも不思議に思うんですけど、毎回上手に見つけてきますね。本当に2021年、2022年、直近の話ですね。なので不動産所得は労働所得と資産所得の中間の収入って呼んでるところはこういうところですね。株と違って完全な不労所得にはならないですね。 E さんのように毎年100万円から200万円貯められる人は1年に1件ぐらいずつ物件を増やしていくことができます。不動産を探すのが大好き。不動産をいじるのが大好き。リフォームの腕前はプロ並み。自分でできないところを職人に任せられる判断力がある。不動産会社や職人さん、入居者さんとのコミュニケーション力がある。こういった条件にあたまる人は検討の余地がありますね。ボロ子建ての攻略ノウハウに関する書籍は結構出てます。やんちゃ親が教える最強ボロ子建て投資術。 空き家は使える。小て賃貸鉄板投資法。パート主婦、小て大家さん始めました。この辺の書籍ですね。5冊から10冊ぐらい読めば、ノウハウの本質はおおむねつかめるかなと思います。不動産の世界はリアルな人脈がかなり重要です。だから、大家の快適なものに参加するのも選択肢の一つだとは思います。E さんはそういった会には加入していませんが、大家仲間がたくさんいます。ただし、くれぐれも初心者狩りのぼったくりサロンには気をつけてください。以上で5人の紹介は終わりです。 リベシティつながりの仲間からヒアリングした内容なので、どうしてもリベで紹介している投資法に偏ってしまいますね。そういう意味では、この動画はかなり偏っている面があるので、ご注意ください。ちなみに、僕のおすすめ度で言うと、強いて言うならこんな感じです。おすすめ第1位は、インデックスファンドをさらに増し増し。おすすめ2位は、後輩投株投資ですね。気持ちとしては1位にしたいんですけど、万人におす,すめできるものでもないので、2位にしています。僕が友達に紹介するとしても、まずはインデックスファンドからですかね。 おすすめ第3位は、米国の大型株集中投資。おすすめ第4位は、日本の中小型株集中投資。おすすめ第5位は、不動産、ロ子建て。こんな感じですかね。ただ、友達や家族に勧めるなら、インデックスファンドと後輩投,投資でとりあえず十分じゃないかなと思います。不動産も個人的には好きなんですけど、人を選びますね。新興国株の集中投資は、成功した個人投資家の例をあまり知りません。単純に時期の問題もあるかもしれませんね。欧州株のトレーダーとかも、個人投資家だと知り合いがいないですね。 日本のネット証券で買えるものだとやはり投資先が限られてしまいますね。仮想通貨では送り人に到達した知人は何人かいます。彼らはすでにバブルは終わっているっていう認識だそうです。ビットコインなどは資産クラスの一つとして地位が固まってきた感はありますね。富裕層が分散投資の一角として1%から5%ぐらい持つというのはなくはないですね。一方で全財産を全集中でぶっ込んで10倍を狙うっていうフェーズではありません。 僕個人としては、いらんし、家族、友人にも進めないっていう立場です。このスタンスに変わりはありません。時計や現代アートなど、実物資産を買い込んでいる人もいますね。趣味と実益を兼ねたもので、好きな人にはメリットがあります。とはいえ、これメインで送り人を狙うっていう類いのものではありません。結論としては、積み立てニーサやイデコの次の投資先としては、成功した人の事例が多く見つかる歴史のある投資法を採用しようってことになります。 海のものとも山のものともわからない怪しい投資手法。そういうものに手を出すのは歴史ある王道的な手法を全て試した後で十分です。新しい投資には基本的には手を出さないことをお勧めします。最後に今日の動画のまとめです。今日の動画では、いでこや積立 n i s をフル活用できるようになった人がその次に何に投資しているのか、これについて解説しました。具体的にはこの5人のケースを紹介しています。A さんはインデックス投資。B さんは日本の中小型株投資。 C さんは米国の大型株投資。D さんは配当株投資。E さんは不動産投資。ボロ子立て。投資の目的やリスク許容度は人それぞれです。今回紹介した投資手法を思考停止で真似するのではなくて、彼らがなぜそれらの投資手法を選んだのか、メリットは何なのか、デメリットは何なのか、このような部分にスポットライトを当てて自分で考えてほしいなと思います。腹落ち感が強ければ強いほど、同日に投資を続けていくことができます。以上、参考になれば嬉しいです。 今日が人生で一番若い日です。今の世の中、投資先は無限大です。自己投資、事業投資、金融投資、実物投資、手元にある10万円を最も有効な投資先に投資できた人が勝ちます。どこにお金を投じるか、センスが試されますね。今日の動画が皆さんのセンスを磨く材料の一つになれば嬉しいです。ということで、これからもしっかり学んで行動して、自衛の道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日も、ありがとうございました。 自分に合った方法を選ぼうそれでは今日も一いい日を気をつけていってらっしゃい